今ちゃんとマーベラさんと飲みに来たんですけど、正直しょっちゅう今さんがお土産に来てた和歌山ラーメン伊勢商店、これ今日はやってみたいと思います。めっちゃうまいですよこれ。少々ちょっと胡椒をかけて、まずはね、はじめから、おー、うまそう。ど真ん中に当たってバラーになったね。上から落ちてたんですけど、
안 되겠구나. だから、どうだって話じゃないですよね。3連休突入しましたが、暑いじゃん、そうそう。もう、今日から車中の1時間も知らないわ。テレビやってたんですけども、海底から1万7千から7千年くらい前の遺跡が見つかったっていうんですよ。なんで海の中にあるのか、それ一番近いところもあるんでしょうけど、どうも住んでる地域でも穴掘れば簡単に遺跡が出てくるばっかりで、散歩して歩いてても、足の爪や遺跡の破片、欠片ばかり落ちてますよ。これね、病院不往診に行ったんですけども、そこで肺塞栓と判断されて、もう入院してください。お願いします、なんとか返してください。ダメですっていう話になっちゃったんですけども。2017年に以前に発見されてたんですよ。で、循環器内科が言ってたんですけど、ある日、ちょっともう経過観察行きましょう、なんて言われて、大丈夫ですか先生、大丈夫ですよ、あれも重要に考えてますからって言って、一切そこから治療の話はないのね。治療者って血液を溶かす薬を飲むだけなんだけど、詳細省きます。なんとかその日は家に帰ることができまして、再検査の結果も良かったので、もう通院でいいということになったんですけど、花火が鳴ってる、夏だね。昔のね、遺跡発掘の話なんですよ。僕、そう、7000年から1万年前の貝の化石を見つけましてね、川にいる貝なんですけど、大あさりよりもずっと大きい貝で、オークションに出してみたんですよ。そしたら1個500円で売れてね、ラッキーと思ったんですよ。やっぱ好きな人は好きなんだな。Thank you.
この間病院行ってトイレ行ったんですよ。んで便器に座ろうとしたら便器がぐってずれて僕のキャンタマ袋がね挟みすぎてるんですよ。ピューッ痛いしね、声出せないし、あれはまいった。それではまたの機会見てバイじゃー。